さて最近火災が急増しているようです。そこで防災にまつわるお得な情報をお届けします。火災の原因第1位は寝たばこでした。また火災により亡くなる方のうち高齢者が 70% に達しているようです。住宅用防火機器の備えと定期的な点検をおすすめします。よし、備えよう。